代より前に書き写されたり印刷された古い本、古典籍。国文学研究資料館は日本の古典籍に関連する情報を大規模に集積し、日本文学をはじめとするさまざまな分野の研究者へ提供。それらに基づく共同研究を推進する日本文学の基盤的な総合研究機関です。1972年の創設以来培ってきた資料研究の蓄積を生かし、国内外の機関研究者と連携し、日本の古典籍を豊かな知的資源として活用、分野を横断した先端的な研究の創出や文化資源を活用した大学院教育にも取り組んでいます。長年調査収集蓄積を行ってきた大規模な古典籍資料、デジタルリソースを活用した研究活動を紹介しましょう。国文学研究資料館では、日本文学及びその資料に関する基礎研究を進展させる基幹研究、そして先進的な研究を推進させる課題に取り組む特定研究などの共同研究を実施。春日会史と山鹿文庫の重要文化財2件、信濃の国松代真岳文書、約30点の特別コレクションについても詳しく調査研究を行っています。近年では芦沢伸治美佐子ご夫妻が50年の歳月をかけて収集した伊勢物語に関する世界最大級のコレクションである鉄心斎文庫が当館に寄贈されました。そして数年の基幹研究を経て特別展も開催しました。東日本大震災のあと、大規模災害における資料保存の総合的研究を開始、災害に際し公文書歴史資料の救出や保全を実践し、地域持続や地方共創に結びつける研究活動を展開しています。国文学研究資料館では研究基盤整備として30万点の古典籍の全冊画像をオンライン上で公開する取り組みを行っています。研究者以外の目に触れる機会が少なかった日本の古典籍が、国内外の誰でもが目にし読むことができるようになってきました。オーロラ、隕石など地球規模の災害と環境問題、減災、気候変動適応などの防災、江戸の料理、日本文化、これまでに40を数える分野の研究者と共同し、国際的評価を受けた共同研究も行っています。古典籍の大量な画像データから、葛志寺データセットを作成し、AI を活用した葛志寺認識技術の共同研究を進めています。古典籍の画像データを基盤としてデータの駆動性を向上させ、十分に活用することで人文学分野での新しい課題解決手法の構築を提案。現代の科学が結束して対応すべきサステナブルな社会の構築という課題にも、先人の英知と記憶経験を対象に研究を進めてきた人文学分野が参画していきます。
日本の文学は世界中で研究されています。海外の研究者、司書、学生向けに崩し字講習会、古典籍セミナー、国際日本文学研究集会などを開催し、学術交流や教育的活動を行っています。また海外の研究機関と協力した活動も行っています。その一つとしてバチカン図書館と日本の関係機関、そして国内外の研究者によるマレガプロジェクトをスタートし、キリシタン研究、日欧交渉研究をはじめとする諸研究の学術情報基盤の整備も行っています。世界中の多数の専門機関が限られた資源を共有することを目的に、日本古典籍研究国際コンソーシアムの設立に関わり、そのサポートをしています。当館に所蔵されている豊富な古典籍という文化的資源を利用して、さまざまな分野のクリエイターに創作活動を行ってもらい、新たな芸術的価値を競争。これらの活動を通じて日本文化の魅力や古典籍の新たな活用の在り方を発信しています。多摩地域の企業、自治体、大学など各種団体で構成する多摩学術文化プラットフォーム、プラット国文研を設立。地域の学術文化に関する講座講演会を開催し、所蔵資料データベースなどを活用した各団体との協力、産学連携の推進を実施しています。国文学研究資料館は新しい研究手法を提案、さらに社会の課題にも現代科学と協力して取り組み、未来を切り開いていきます。